かって話なんですよ。ここでの先制リーチは M リーガーの風格があるな。やっぱりね、 M リーガーならこれぐらいでできないと、おっとな、親なんだよな俺。ちょっと早い早い、裏ドラで、裏ドラで、ちょっとあれ、ちょっとちょ何これ何これ何これ、前止まりか。いや裏ドラトリプルだから惜しいべ。いや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 、これはやばいっすね。ちょっと惜しい。見てる？あれ M リーガーっぽい。どう？え、いや、やば、 M リーガーやめたいって言ってたじゃん。やめたいっていうことを大きい声で言ったね今。俺が言うのと意味変わってきちゃうよ。そう、ね、本当に言ってた感じになっちゃって。ちょっとこれまずい。やっぱ M リーガーなら裏ドラゴってトリプルだった説もあるからな。まだわかんないですね。まだわかんない。まだわかんない。さすがいっぱいあったからな。でもな、確かに今のこれはちょっとな、うん、今の M リーグで来いよ。来ないよ。今の M リーグで来たら気持ちいいぜ。全然 M リーグやめる気ないじゃないですか。今の君たちどうなのよ。今のはやばい。やばい今の。やりたいよねあれ。やりたい、ね。あれはやりたいですね。ね、まあ、やれないから初戦大分カハルなんだよ。まあね。初戦大分カハルって言えないからな。初戦大分カハルって。俺初めて聞いたかもしれない。だろ、だろ。初戦その程度よお前は。軍道だけ俺をバカにしてんのよ。まあまあ聞かないっすね、ポンするときさ、ポンって言わないとダメだよ。あ、えチャンボだよ今の。あ、すいません、ちょっと声聞こなかったっすね。すいません、ちょっと発声が緊張してちっちゃくなっちゃって。やっぱりそういうとこ偽物、声がちっちゃえよ。確かに発声忘れは偽物かっぽいな。まなまるじゃん、ただの。すいません、次から気をつけますんで。えおいおいおい、おお、絶対しない方が良かったと思う。これだってこれこここうでこうだし。なんだなんだ、惑わし戦術ですか。何が起きてんだ。まあ、え、でもこれ松ヶ瀬ならわかるでしょ。ちょい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 、エブリーガーならまあわかるか、何が起きてるか。エブリーガーならわかる、え、これフリーザーならエブリーガーじゃないよ、もうマジで楽勝でしょ。あ、待って、コメントでヒサトだったらこれリーチするから大丈夫ってある。オッケー、オッケー。なんか言ってんな。ヒサトがリーチ、なんか言ってんな。なんだなんだ、もう行っちゃうか。まあでもこっちだな。おお、あっ、あっ、あっ、なんだよそのリードミア。お前チャンバーになってねえじゃねえかよ。ヒサトならリーチするって言ったんだもん。あ、いいと思うよ。あ、まあ確かにね。ペイ、ちょっと待って、ペイ2枚切れ。そうなの、ペイ2枚ねえよそんなリーチ。え、嘘でしょ。マジで。いや、嘘でしょ。一周回って M リーガーか、むしろ今のリーチは。一周、そう、あの、やっぱりザコとやるときは手抜いてあげるっていうのが M リーガーだから。いいな、現張りのごっぱだぞ、おい、いい加減しろ。ない、そういうの。なるほどな。うん、これが M リーガー。あー、うん、力いいわ。近年丸に見るゴミみたいなリーチだったな。俺、久しぶりに見たよ。リーのみ片割れないシャンポン。あえてなんだよな、分かってない。あえて、あ、これを見せてちょっと油断させるわけですね。いや、そうだよね、こいつ下手だな。油断してるじゃないですか、作戦に引っかかってる。あ、引っかかってんな、騙されてんだこいつ。そっか、確かにそれじゃダメだな。情けないな、本当に。てか私がああいう時に E1 出しちゃダメって教えたのに忘れてる。あ、師匠の教えを。あ、確かに今のリーチ E1 危ないと教わったかもしれない。どう見ても E1 だったから今のやつ。すげえな、すげえ高度だわ。